ご視聴ありがとうございます。原根健太です。今週もマジック環境分析ラボを始めていきたいと思います。チャンピオンズカップジャパン&コリアサイクル1の店舗予選プレミアム予選の期間が終了しました。最後の予選結果からパイオニア環境の分析研究を行っていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。8月27日に行われたカードボックス名張店での予選では緑単ランプが権利を獲得されています。これは前回の動画で直近の最重要仮想敵として紹介したデッキになります。ご覧の通り緑単ランプは本当に強いですね。直近1ヶ月のプレミアム予選では26名の方が権利を獲得しているのですが、そのうち6名が緑単ランプを使用しています。全デッキ中最多の使用率ですね。プレミアム予選においては最も成功を収めたデッキになりました。時点であるラクドスミッドレンジやラクドスサクリファイスを使っていたのは3名となっています。これも前回の動画でお話しした点になりますが、ラクドスミッドレンジがこのタイミングで勢いを取り戻しつつあります。環境初期では最重要仮想敵を請け負っていたため厳しいマークを受けていました。しかし他のデッキの活躍によりガードが下がり徐々に復権してきています。直近のトーナメントでも優勝が目立つようになってきていますので、メタゲームの変化を感じますね。さて今週特に目立った活躍を見せたのがコンボデッキです。ご覧のようにロータスコンボ、独創力コンボ、ジャイルーダコンボ3種のコンボデッキがこのタイミングで見事権利を獲得されています。コンボデッキはこれまでシェア率が高かったラクドス系のデッキと緑単ランプに対して立ち回りやすく、絶妙なタイミングでの使用だったといえます。独創力コンボは以前の動画で軽く触れましたので、今回はこのデッキについて話していきたいと思います。ロータスコンボは3マナを生み出す土地、睡蓮の原野をキーカードに据えたデッキです。土地を2枚生贄に捧げないと使えないというデメリットはありますが、強力なカードです。この土地を演劇の舞台でコピーした後、見えざる糸や熟読といった土地をアンタップする呪文で何度も使い回し、大量のマナを獲得し、一撃必殺の呪文で対戦相手を倒します。パイオニア環境では最初期から存在していたデッキタイプであり、徐々にアップデートを重ねて現在の形に行き着いています。一方で環境に根付いたデッキであるからこそ対策方法も熟知されており、他のデッキが様々な角度でコンボを妨害してきます。そのためガードが高い間は勝ちづらく、このプレミアム予選においても苦戦を強いられてきました。しかし他のデッキの台頭により徐々にポジションを上げてきたという背景があります。ロータスコンボが活躍するか否かは、周囲のデッキがどの程度このデッキを意識できているかが重要なポイントです。そのため使いどころの見極めが大切です。ロータスコンボはどういったデッキが流行っていると活躍が難しくなりますか？コンボデッキは自分がコンボを決めるよりも早く攻めてくるアグロデッキや、決め手となるカードを打ち消してくるようなコントロールデッキを苦手とする傾向があります。しかしこれまでお話ししてきたように、現在のメタゲームはラクドス系のデッキや緑単ランプといった中速のデッキが主流になっていますので、非常に追い風だったといえます。なるほど。今回の結果で特にジャイルダコンボの権利獲得は驚きました。ピックアップデッキのコーナーでぜひ取り上げていただけないでしょうか？わかりました。それでは今回のピックアップデッキのコーナーに行きましょう。ロータスコンボがパイオニア環境で最もメジャーなコンボデッキである一方、こちらのデッキは非常にマイナーなコンボデッキとなっています。一時は話題になることもありましたが、現在では知らない方も多いんじゃないかなと思います。深海の破滅ジャイルーダを相棒に据え、各種マナブーストからこの着地を目指します。ジャイルーダは戦場に出た時に各プレイヤーのライブラリを4枚切削し、その中からマナ総量が偶数のクリーチャーを戦場に出すという効果を持っています。デッキに採用しているクリーチャーは魔のクリーチャーをコピーするものに絞っていますので、これらの能力によりジャイルーダの能力を使い回し続け、対戦相手のライブラリを0枚とするか、竜王コラガによる全軍速攻の一撃必殺を狙います。ジャイルーダは伝説のクリーチャーなので、コピーをすると通常は1体しか場に残せないんですが、火の分身であれば伝説の制約を外してしまえるので複数体盤面に残すことができます。そして最大5体のジャイルーダにコラガンで速攻を与えて一撃で仕留めることができます。もし仮にそのターンで対戦相手を倒しきることができなくても、
ジャイルーダやコラガンは巣のサイズが大きなクリーチャーになっていますので、対戦相手がこの盤面を返すのは至難の業です。さらにこのデッキの最大の強みは、ジャイルーダがゲーム開始時点から相棒として控えているので、マナさえ揃えばいつでもコンボを仕掛けられる点にあります。特定のキーカードに依存しているデッキはなかなかそのカードを引き込むことができず、そのまま負けてしまうことがよくありますが、キーカードを手札に加えることが確定しているのは素晴らしいことです。相棒は手札破壊にも強く、このコンボへの干渉手段は非常に限られています。さらにジャイルーダコンボは墓地対策が効かないことも優れたポイントです。ジャイルーダはライブラリーを4枚切削してからクリーチャーを出すため、一見すると墓地対策を受けてしまいそうに見えるんですが、たとえこのようなカードを置かれていたとしても、実は問題なくクリーチャーを出せてしまいます。ジャイルーダの能力は墓地から戦場に出すではなく、切削されたカードの中から戦場に出す効果だからです。パイオニアにはアブザンパルヘリオンが一定数存在しているため、多くのデッキがサイドボードに墓地対策を用意しています。今回結果を残した3つのデッキの共通点は、いずれも墓地を使わない点にあります。現在のパイオニアには優秀な墓地対策カードがたくさんあります。そのため墓地に依存するコンボデッキは余計な被害を被ってしまいます。ちなみに先ほど挙げた独走力コンボとロータスコンボも墓地対策は効きませんので、環境に適していたと言えます。これらのデッキは他のデッキがアブザンパルヘリオンに対して意識を寄せている最中、非常に涼しい顔をしていられるわけです。めちゃくちゃ強そうですが、一体どう対策すればいいんでしょうか。もう当たったら事故だと割り切った方がいいでしょうか。そんなことはありません。墓掘りに降りるようなカードは非常に有効です。ただしこれと安らかなる眠りのような追放カードを一緒に並べてしまうと、追放領域から出てくることとなり、コンボを止められなくなってしまいます。間違って並べてしまわないように注意してください。ルール的に少し分かりづらい部分ではありますが、このデッキを対策する際はきちんと効果があるカードを採用しましょう。団結のドミナリアの発売も迫っていますが、パイオニア環境への影響は考えられますか、何か。そうですね、やはりベールのリディアナが最も注目すべき存在かなと思います。やっぱり過去にその使用実績もありますし、何よりラクドスミッドレンジだとかラクドスサクリファイスみたいな、もうしっかりフィットしそうなデッキがもう用意されているのも大きいですよね。あとは変わった使い方で言うと、アブザンパールヘリオンのようなデッキが手札を捨てるという部分をうまく活かせそうなので、ここらをうまく取り入れて、また違った角度の戦略をその幅として伸ばせるんじゃないかなっていうふうに見てますね。すでに強いデッキがまた一段階レベルアップすると。そうですね、ただその一方で今回種族の、ロードと呼ばれる全体強化を持ったクリーチャーたちがいますので、逆に、ね、これらのカードをうまく中心にこう取り組んでいったその種族デッキみたいなものが出てくる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。新カードで強化されるパイオニアのデッキについて皆さんの予想をコメントいただければと思います。以上が今回の分析研究の結果になります。動画の感想やご意見、皆さんの環境分析研究結果もコメントしてください。ということで、マジック公式 YouTube では引き続き環境の分析を行っていきますので、次回もお楽しみに。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。